吉田太郎です。太郎チャンネルです。なんか突っ込め。いや、なんすかそれ。今すぐキスミー、ウォーウォーだよ。あー、ここウォー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 。え、じゃない、今日は今すぐキスミーをやるってことですか。はい、今日はインドバーグの今すぐキスミーを叩きます。わかりづらいわ、そんな。わかりづらい。いや、楽しいね。こんないいじゃん、こんないっぱい太鼓あってさ、ね、もうこれもう上届かないけどね。上もね。ね、今日これまたナッシュでお届けしてるんですけどね、ドラムいっぱいありますよ、今日はね。まあ、この今すぐキスミーね、なんで今日これをやるかというとね、はい、もう懐かしいわけですよ、やっぱりね。これ1990年とかの曲でしょ。ほうほうほう、そうですね。うん、ね、もうまさに僕の学生、青春時代ですか。青春の思い出の曲ですか。そうです、思い出の曲でね。まあ、この曲でね、アマチュアコンテスト、アマチュアバンドコンテストですよ。でね、この曲やって優勝してるんですよ。それは初耳っすね。若気の至りでございます。聞いたことなかった。いや、でもこれさ、もうすごい流行ってたじゃん。いや、まあ、そう、この曲やってるバンドは多分多かったと思うよ、コピーにさ。そういえば急に今思い出したけどさ、何ですか？これアルフィーのスタッフ、とあるスタッフがさ、はい、楽屋でさ、うん、俺とこうやってなんかな、たまたま楽屋でなんか喋ってっていうか、俺はなんかお互いに飯食ってたかなんかしたの、うん、で、そしたらなんかいきなり隣のそのスタッフが、ダンツドゥンスダンって言ったんだよ。その頭のフィルを口で言ったってことですか？そう、ダンツドゥンスダンって言った時に、うん、俺は何それって言ったら、いや、これ分かったら100万あげますよって言ったの、うん、で、俺がすかさず今すぐキスミーだろって言ったら、っつって超驚いて、マジでなんで分かったんすかってすごい言ってたんだよね。いや、俺も逆にさ、嘘、マジで当たった今って言ったらさ、いや、当たりっすって言って、100万円もらったんですか？もらってねえや、今思い出した。100万払え。もらった方がいいっすよ、それは。本当だね。いや、すごくない？まあまあ、でもこのイントロは印象的だよね。ダッツ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 ッ。はい、今日はじゃあ楽しく叩きたいと思います。お願いします。はい、じゃあ今すぐキスに叩きます。